おはようございます。渡辺水香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2021年11月6日です。はい、えっ、ー、と、今日お届けします記事はですね、これもタイトルが非常にわかりやすいものになっております。あと、あの、内容を見てみたら、ちょっと私のや,やっていることというか考えていること,と、あの、シンクロしていた部分があったので、お伝えしたいと思いました。こちらの記事は、えっ、ー、と、ちょっと日付は書いてませんが、ま、今日、あ、昨日、まあ昨日、 と見ていただければ確実かなと思います。The time to buy カルダノ has come ということで、はい、あの、カルダノを買うべき時がやってきたと。まあ、これを聞いてね、ちょっとね、カチンと来る方は、ね、あの、無理に聞かなくていいですからね。はい。えっ、ー、と、この中身はね、あの、どちらかといえば、こう、見ていっていただきたいなと。まあ、これはあの、投資のアドバイスをするものではなく、あの、考察の一つというか、あの情報の一つとしてね、あの、加えていただければと思います。まずあの、カルダノの、えっ、ー、と、今日の 位置づ付なんですが、はい、えっ、ー、と、時価総額第6位ですね。あの、相変わらず同じレンジを、あの、動いていますけれども、あの、価格としてはね、動いていますけれども、そして、あの、空菜がね、第5位。まあ、ソラナもね、今回の記事に出てきますので、ちょっと、あの、名前を挙げさせていただきました。うんはい。わかりました。では、えっ、ー、と、こちらの記事に行きましょうで。そんなに長くない記事になっています。はいで。やっぱりね、いいところとね、悪いところが両方出てきますので、両方、 あの、まあ、なんて言うんでしょうか。あの、公平にね、考えてみていただければと思います。とはいえ、私は、あの、A だ B 期なので、どうしても、あの、A だよりのね、解釈になってしまう、しまいますけれども。はい、では、あの、タイトルから行きましょう。カルダノを買うべき時が来た。で、えっ、ー、と、3つに要点がまとめられています。カルダノはプラットフォームの効率化を図るため、新たなネットワークのアップデートを準備している。で、2番目。ソラナが、自家総額でカルダノを抜き去った。 で3番目ですね。カルダナのウォレット数が増加し200万人。スマートコントラストプラットフォーム分野の競争が加熱している。 イーサリアムのシェアを奪わんとする多数のネットワークが普及率に応じて常に時価総額トップ10を塗り替えるなどして激戦を繰り広げている。中でも待望のネットワークのアップデート中に時価総額が急上昇し注目されていたカルダノは新たな盛り上がりを見せる可能性があると言って、また次にね、来るかもよと言っていますで。さらに踏み込んで考察する。 カルダノエコシステムにスマートコントラクト機能を追加したアロンザアップグレードの後、エイダの価格は暴落した。このイベントはカルダノがスマートコントラクトの時代に入ったことを受けて、事実で売るという筋書きを辿るきっかけとなった。ということで、噂で買って事実で売るというのは、ね、よく言われていることです。だから噂でこう期待値が上がって価格は上昇するんだけれども、結局それがあるも,も,ものがあの実装された後に、 その事実を確認してね、それで、まあ、あの、利益を確定して、まあ、売るというね、あの、そういうふうな筋書きっていうのはよくあることです。はい。で、しかし、このような状況であっても、予見できる未来を祝い、楽観的になれる理由があるということで、あの、私ね、ちょっと余談なんですけども、予見できる未来を祝いのところでね、この間、ちょっと、あの、カルダノがね、まだ、あの、えっ、ー、と、今の価格帯であるうちに、あの、爆上げをね、予縮して、 はい、あの、たくさんのスイーツを食べますみたいなね、<laughs> なんか食べましたみたいな、そんな動画をちょ,ちょっと前に出したんですけど、その辺がちょっと、あの、シンクロしてるなと思って、あのこの記事をね、<laughs> あの、まあ、それもあってこの記事を選んでいましたで、楽観的になれる理由があると書いてあります。え、カルダのサミット2021では DJ、あ、この DJ っていうのもね、あの、カルダのサミットでは DJ って言ってた方がいたんで、<laughs> DJ って発音するのかと思ってたら、あの、チャールズさんはなんか、ジェットジェットって言ってるようなんですよね。だから、あの、まあ、実際の発音はジェジェット だよなんて、ね、ツイートしてる方もいらっしゃいましたけども、まあ、この D と J っていうのはね、本当重ねるようにこの発音するとね、もうジェット、ジェットって <laughs> なってくるんですね、だんだんね、それをこう早く発音するとね、やっぱりジェット、ジェットってなってくるかなと思って、なるほどなと思ったんですけども、はい。で、えーと、ジェットと呼ばれる体の独自のステーブルコイン、ステーブルコインですね、ステーブルコインを開発し、チェーンリンクを使用して、はい、チェーンリンクともね、提携が発表されました。はい、チェーンリンクを使用して、 価格フィードを補って体の状の DeFi の成長を促すなど、ネットワークの今後の使用を支援する新たな機能が発表された。 カルダノは先日のツイートで、エーダウォレットの総数が200万に達したことを示しつつ、この新たな節目を発表した。2021年5月のエーダウォレットの総数が100万であったことを考えると、その分だけここに至るまでの背景がエキサイティングであり、ネットワークのアップデートがネットワーク全体にとって実に有益であったことを示唆している。はい、ここがポジティブな点ですね。で、一方ということで、まあちょっとね、ネガティブな 面を見ていきましょう。現在、カルダノには稼働中のダップスがない。で、2番目。ディファイアップ、あデ DeFi ごめんなさいね。DeFi プロトコルは、まだ同時実行性の問題を回避する方法を見出しておらず、起動に至ったディファイアプリケーションの数が少ない。3番目。ソラナが時価総額でカルダノを抜き去った。テクノロジーの地平線。アナリストたちはカルダノの価格が達成感を原動力としたものであり、過去の 史上最高値を保証するもの,ものではないと主張している。しかし、カルダノの今後のアップデートによって、カルダノネットワークの利用がさらに促されるとの認識から、他者に対して不利益をもたらす原因ともなる。はい、ここね、非常にあの誤解を生じやすいところだったの私もね、あの翻訳しながらこれが精一杯だったんですけども、やっぱりあの、短期的にはですね、あまりにも期待値が高くて、実際にはカルダノの開発っていうのはもう確実にと、 あの、特にセキュリティ面でですね、確実にするために石橋を叩いて叩いて叩いてもまだ渡らないっていうぐらいね、あの、 あの、開発は、開発はやってるんですけども、ゆっくりにね、短期、短期的な、えー、短期的にね、ものを見てるとね、非常にこう、ゆっくりに感じられると思います。それで、まあこの、この期間中にこれだけ利益を得ようと思ってたのに、得られなかったじゃないかっていうことも十分に考えられるわけなんですよね。なので、あの、体のアップデートします、アップデートします、あの確かに言います。でも、あの、必ずしも思う,思うように、思ったこの、 時点までに問題を、予定の期日までにね、問題解決できましたとか、あの、私たち投資家が期待するような、あの、機能が実装されて、もう、あの、この時までにはこれだけこの開発されているだろうみたいな、これだけ価格が上がっているだろうみたいな、そういう期待に必ずしもね、応えるものではないんですね。まあ、その点に注意していただきたいということが、ね、この数行にまとめられているのかなと私は解釈しました。で、これまでのところ EUTXO の、えー、あの、 拡張 UTXO ですね。これの同時実行性の問題は解決されておらず、ネットワークの機能性が十分に発揮できていない。チャールズ・ホスキンソン氏は AMA セッションで、既存のあらゆる問題を解決し得るレイヤー2スケーラビリティプロトコル、ハイドラにさらに多くのリソースを傾けていると語った。ハイドラというのは、あの、オフチェーンを使ったソリューションですね。あの、それによって、あの、えっ、ー、とオ、オフチェーンに、えっ、ー、と、様々なこのデータを振り分けることによって、えー 処理能力を高めていくというものになっています。でまた、ハイドラはカルダノ上での開発が期待される、おびただしい数のダップスから来る、るトランザクションのあらゆる負荷に対応、あ適用できるため、商業的な優先順位が高いことを強調した。このようにハイドラは、運用できる濃度数を考えると、予想を超えるほど大きな動きを起こす可能性があるため、カルダノに差し伸べられた救いの手となっているようだ。 ある著者は、これは論文の著者だと思いますけれども、ハイドラを通じて基礎となるプロセスが一つ残らず課せられた理論通りに機能すれば、 一つ残らずね、あの、課せられた理論通りに機能すれば、カルダノは最終的には100万 tps まで到達することができると主張しているということです。で、これは IOHK のブログではね、あの、必ずしも現実はこの通りになるとは限らないというふうに言い添えられていました。ただ、論文に書かれたその理論上にね、一つ残らず、あの、プロセスが機能していけばですね、カルダノは100万 tps まで到達する。 可能性があるよと、計算上は可能、えっ、ー、と、到達することができるということが言われているわけです。a d a トークンの価値は過去最高だった時点から約30%下落しているが、カルダノの期待値と配信スケジュールは、このネットワークが競合他社よりもはるかに高い TPS 出力を備えたスマートコントラクトとして競合することができるとの位置づけを示している。 で、それでも、なおかつね、一目置くべき理由が書かれています。カルダの開発プロセスが遅いのは、シームレスなプロトコルの実装を保障するため、学術的に査読を受けた論文を使用しているためである。ネットワークをサポートし、エコシステムを発展させるための機能が追加されれば、エ d ダの需要は飛躍的に増加する可能性がある。ということで、さらにつなげていきますと、そこにね、あの、 えっと、希望を見出しているのが今ね、あの、アフリカで展開されているカルダのプロジェクトですね。で、あの、カルダノ、このように見ていくともう、いつになったら思うように機能するんだというふうにね、感じる方、そしていつになったら思うように価格が上がるんだと、あの、感じる方もね、いらっしゃるかもしれません。ただ、あのカ、えー、とカルダノのチャールズ・ホースキンソン氏は今、えっと、アフリカツアーの中で今回もですね、えっ、ー、と、MOU を ブルンジ共和国とですね、あの MOU を締結しました。で、それだけではなく、ここ数年、2018年からアフリカではね、あの、積極的にカルダナは活動しているわけなんですけれども、あとアフリカだけではなくて、えっ、ー、と、モンゴルとか、 えっと、モンゴルとかジョージア国ですね。に行って、やっぱりあの MOU を締結しているんですね。お覚え書きですね。そしてあの、ついにはエチオピアと政府レベルの契約、正式な契約、法的拘束のある契約ですね。それを締結しています。ということはですね、カルダ体は散々あの、スキャム扱いを、あの、いつまで経ってもね、かるあの、 何が論知しない、何が論知しない、いつになったら進むんだみたいなことを言われてね、その度にあのスキャムという扱いを受けてきたんですけども、まあこういう言い方も失礼ですけども、あの政府もバカではありませんのでね、あの体えっ、ー、と、政府の要人とも当たり前みたいにチャールズさんが会っていく中で、あのとうとう政府レベルの契約にこぎつけた。で、そこで、あの同じ書類を7回も見直すという過程を踏んで、あのエチオピアとの 契約を締結して、で、主に、あの、これからね、エチオピアの未来になっていく若い方たち、学生の方たちに、えっ、ー、と、身分証明のね、あの、ソリューションを提供するべく、あの、これから、まあ、何百万、何百万単位でユーザーを増やし、最終的には何億単位で、あの、増やしていくという、あの、計画があるわけです。そして、あの、政府もそれに乗っているわけなんですよね。なので、あの、これでね、スキャムだとかね、いつまで経っても、あの、開発を進める気もないのに、何かこう、 口だけで言ってるとかね、そういうことはまず考えられませんね、ということをね、私は強調しておきたいと思います。で、実際にあの GitHub のデータを見てみても、カルダノの開発のえ活動度は常にえ、ほぼ常にナンバーワンです。ということで、はい、あの、ちゃんとやっていますのでね、あとは、あの、えっ、ー、と、まあそ、それぞれの投資家さんたちの期待通りにね、カルダノの あの、値動きが期待通りになるのか、また、あの、実際に、えっ、ー、と、採用率ね、採用率が、あの、どの程度私たちの期待通りに高まっていくのかっていうのは、それはね、あの、えっ、ー、と、言い、あの、なんて言い当てられない部分もありますけれども、はい、えっ、ー、と、ちゃんとしたプロジェクトですということをね、最後に強調して、はい、終わりたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。